アイバルは主に赤パプリカと植物油から作る調味料の一種である。他にニンニク、ナス、唐辛子等が含まれることもある。アイバルはバルカン諸国の食文化で用いられる。セルビアでは古くからセルビアのサラダやセルビアの野菜キャビアと呼ばれてきた。第二次世界大戦後には旧ユーゴスラビア全域で人気のある副菜となり、現在は 東南ヨーロッパ全体でよく食べられている。家庭では素焼きや網焼きもしくはオーブン焼きなどで火を通したパプリカから作る。パプリカに含まれるカプサイシンの量や加える唐辛子の量に応じ、伝統的な甘口から最も一般的なピリ辛のもの、また非常につらいルーテニッツァまで辛さを調整する。パン用のスプレッドや副菜として食べられる。トマトを加えたものは、 ヒンジュルと呼ばれる。アイバーという名前はトルコ語で塩漬けの魚卵を意味するハベヤーに由来し語源はキャビアと共通である。20世紀までチョウザメが国会からベルグラードまで遡上しており、ドナウ川でかなりの量のキャビアが生産されていた。アイバルはかつてキャビアを意味し、かつてはベルグラードの家庭やレストランでは豊富に採れる国産品を食べていた。 しかし1890年代に労働葬儀のためにキャビア生産が不安定になり始めるとベルグラードのレストランで代用品としてパプリカのサラダを赤アイバルやセルビアのアイバルという名前で提供するようになった。ではアイバルの起源はどこかというとマセドニア北部説とセルビア説があり結論は出ていない。家庭の食品庫から取り出したアイバルの瓶詰。め。 その他のピクルスも見える。家庭では焼いて皮を剥いたパプリカから作るが、工場ではパプリカを茹でて用いるため、品質が低くなる。ローストすると、パプリカの皮むき等の工程で手間が増えるため、工場生産では避けがちである。伝統的なアイバル作りは、原料のパプリカが最も手に入りやすい秋の半ばが最盛期である。ガラス瓶に詰めて、 保存食として一年中消費されたが、多くの家庭では新鮮なサラダ野菜が手に入る、春までに使い切り、冬の食べ物として楽しんでいた。かつては、家族全員や近隣住民が集まり共同作業で、アイバル作りを行うこともしばしばあり、パプリカを焼く係、皮を剥く係などを手分けして調理した。主に用いられたロガという品種は、果実が赤く大きな角のような形で、 果肉厚く比較的皮が剥きやすい。この品種は平年であれば9月末頃に熟す。焚き木のコンロで網焼きアイバル作りは、まずパプリカとナスを丸ごと鉄板や網に乗せて素焼きにしたりオーブン焼きにする。焼けたパプリカは粗熱を取り、皮が剥きやすくなったら注意深く剥いて種を取り除く。これをフードプロセッサーで細かく刻むかみじん切りにして、 大きな鍋で数時間煮る。水気を飛ばして濃縮し、保存性を高め、ひまわり油とニンニクを加えてさらに煮詰める。最後に塩を加えて調味すると熱いうちに、直接ガラス瓶に移し、すぐに密閉する。酢を入れる場合もある。市販のアイバル。アイバルは、ボスニア、クロアチア、セルビアとマケドニアを含む、様々な国で作られている。2004年現在、 セルビアでは、アイバル用の加工パプリカが年間640トン生産されている。アイバルは、唐辛子の酢漬け、トマトの酢漬けなどとともに、いわゆる、冬ごもりの食品の一つに数えられ、本格的な冬入り直前に、瓶詰めの加工食品として整える。代表執筆者のせいの ABC 順。ありがとうございます。